では先方は孫権殿、その支援は炎術殿にお願いする。出立は明日未明、少々よろしく頼んだぞ。炎術殿、補給部隊の方よろしく頼む。田舎武者が生きていられるのも今のうちよ。世を騒がせた黄巾の乱は類乳の働きによって平定された。この戦いに参じて目覚ましい活躍を見せた孫権は、後頭に虎ありと世に知らしめることとなる。黄巾の乱の後、混乱に乗じ朝廷を牛耳ったのは董卓であった。猛将呂布を味方につけた董卓は、強大な軍事力を背景に戦王を極め、都を恐怖に陥れていった。董卓の行状を見かねた各地の軍友は、曹操の檄に応じて袁紹を名士とする反董卓連合を結成する。包囲の網を巡らす連合軍の中に勇ましい孫権の姿があった。ということで、今回はね、取水艦の戦いと古老館の戦いですね。でね、取水艦の戦いをねクリアしなかったら玉璽争奪戦っていうのがあるんですけど、あの玉璽争奪戦マジやりたくないので、あの取水艦の戦いやっていきます。いや、あのステージはねちょっと面白みがないんで、ちょっと取水艦の戦い古老館やってあのステージは飛ばします。キャラクターどうしましょうかね。取水艦の戦い、どうしようかな。孫権どうしよう、誰使おうかな。誰も決めてないんだけど、周囲でも行こうかな。で、周囲の装備は固定刀無限、玄武甲16か。なんとも微妙なんだよね。まあ、でも甲冑がついてるね。周囲の属性も何がいいんだろうね。俺なんか遠くでさ、なんか消費者撃ってるんだけど、どれがいいんだろう。周囲の得意属性ってそもそも何なんだろう。炎なのかな。コンピューター炎を使ってるよね。っていうことは炎なのかな。炎を使ってみようか。三国無双3の炎弱いんだけど、あんま炎、いや炎ね見せ場ないからここで使っとこう。なんで新規いるの。ランダムなんだよねここね。誰がやばいんだっけな。でも結構士気低いっすよね。低いよね。劉備ってどこよ。劉備怖いですね。ちょ、先に劉備とか救っていきたいところだね。これは逆賊を討つ正当な戦いである。各軍堂々と取水艦を目指せ。で、まずちょっと劉備救うか。ここ空いてんのかな。空いてないよね。怖いな。多分ここはあれか、裏から通る場所か。ちょっと待ってね、曹操は、曹操の士気いくらよ。4つか。いや、士気負けてるんだよな。でもまあ劉備の方から優先なのかな。体力ゲージ長えな。いや、こんなもんなんだよな普通はね。前回の二強奪還戦のねやつらが弱すぎたんよ。びっくりするぐらい弱かったよね。こんな弱いことある。長い長い、 HP ゲージ長い。まずは隠し。周囲もね3から弱くなっちゃったよね。
よし、で次は拠点も落としとこう。我らも遅れを取るな。水管前を制圧した。敵の光線に備え、トロを送りたい。出た出た。で、これ演説送らないんだよね。まあ、いつものことなんだけど。トロを送っても手柄は孫権のものか。しばし、トロの一番待て。演説の声も結構珍しいけどね。イケメンモブであの声って、ね、もうそれやったらブサイクでよかったと思うんだけど、まあいいや。周遊のねカウンター切り上げだからな。よいしょ、敵将撃ち取ったり。そしたら次にここ渡って渡れるよね。多分そのままのジャンプ力でいけるな。まあ城内にいる敵倒して、城内っていうか砦か、砦の中にいるやつ倒して、まあここ兵糧庫なんだ。班長さよなら。当たんねえのか。意識下がってるな。大丈夫かな。あ、誰かいるな。王鵬いるの。王鵬倒そう。いや、まあ、でも意外と火ダメージ入ってるけどね。新武装のさ火が弱いんだよね。レベル1なんだろうねあれきっと。いや、ちょっとここ行った。敵将撃ち取ったり。間違えた。チャージ1出そうとしたらカウンター出た。ほら、なんかね、その得意属性だったらね、そのこの出す割合が多いんだよね。ほう、これはまた溜め込んだものだ。これで本体の兵糧不足は解消できるな。多分このイベントもさ、キャラクターごとにあるんだろうね。こういうところほんと細かいよね。2と3はあるんですよ。5つ出てるね。あ、じゃあ周囲の得意属性は炎ですね。5つがね、カンストなんですよ。不得意だったら3つまでしか出ないんですよ。よし、兵糧の目処は立った。我らはこれより止水管を抜く。カユか、カユ倒したいですね。カユやばいもんね。でもね、ちょっとね、下が怖いよね。そうそう、あ、でも式5になったか。互角ですね。したらカユ行こうか。これさ、理覚って逃げるんだよね、確か。理覚の逃げる条件忘れちゃったけど、全部将倒したら理覚。うわ、開いてねえのか。反対側ぐるっと回らんとダメだ。いや、こういう時に馬持っててありがたいよね。でも絶影のさ、馬の速度って普通だよね。適路と同じぐらいだっけ。ちょっと待って、状況確認していい？孫権の士気は6か。で、近くにいるのが光純か。で、海羽の士気が高いけど、海羽は戦ってないんだね。であるならば、右下から行きたいですね。右下から倒していこうか。多分2で言うと関戸場と同じぐらいだよね、これ。この移動速度。どうせこのさ、止水管のマップも多分切り抜いてるとは思うんですよ。どのマップだろうね。このマップどれかな。どれを切り抜いたんだろう。止水管は止水管とオリジナルかな。なんか見たことあるんだけどね。大丈夫ですか、新規。あー、オッケーオッケー。曹操と一緒にいるね。HP も減ってないから大丈夫。ここで戦わしとこう。後ろからジャンプチャージ打ってるやついるな。イモイケメンじゃん。敵将
いいよ、拠点兵長削ってくれてるね。は？え、チョーコをやられたんだけど。ふざけん、おい、ちょ、なるほど、兵糧落としたら中央行こう。マジやられたよ、やられたよ、炎章の配下にチョーコを忘れとったわ。ということで、まあ、とりあえず兵糧を奪って今度は中央行こうか。敵将、まあ、絶でちょっと置いていきますわ。右下は四季互角なんで大丈夫そうなので、遅れを取るな。長江がやられたので長江を救いに行こう。我らはこれより止水管を抜く。で、火竜の配下2人いるんで、その2人倒せば結構士気下がってくれると思うので、長江の配下、ほんとだね、突っ込んでるね。マジで火竜倒さんダメだな。みんな気を引き締めろ。全然気づかなかったもん。普通にめちゃめちゃ突っ込んでるもんな、長江。カユの灰がどこにいるんだよ。カユ一騎打ちかな、これ。なら接触したくないんだけど。先に長身倒そう。士気高いからね、カユ。美しい人がブサイクにやられたのか。それはまた残念だな。痛えな、お前打ちすぎだろ。よし、ペイ。で、この奥にもいたんだよね、保身か。あ、いいよ、ここで全体の士気上がるのはでかい。これ誰だ、リモーは李鶴の配下か。これで今カユの士気は5なのかな。痛えな、強え。ちょっと一回引かないとダメだ、ボコボコにされる。攻撃頻度強すぎるだろ。その分回復出てくれるのがありがたいです。オラやっと、よし、大丈夫。長江、大丈夫そうだね。待って、弓いるな、弓まず倒そう。一騎打ちじゃないね、一騎打ちじゃないならよかった。マジでさ、弓マジ鬱陶しい。2も大概だけど、いや3もやばいよ。その分ね、弓の火力低いっていうのはまあ助かってる。炎属性を当てていきたい。オッケー、打ちぽったり。これ確かね、これカユに、カユじゃねえや、李鶴逃げ出すんじゃないかな。全武将を倒したらね、なんか逃げ出したような気がするんだよ。曹操の士気下がったな。今回曹仁か。よし、ナイスコンボ。李鶴の士気はね、さっき一人配下倒してるから5ですね。ぐんぐん来るだと、それは予想外。で、あの壺壊さなかったらあれか、ここ飛び越えれるね。
討ち取ったり。ヒゲ親父がいたな。新鋭ヒゲ親父がいた。ちょっと待ってね、援軍の指揮は。バカ、それはバカ。指揮官は捨てる。引け。あ、逃げるね。なるほどな。条件何なんだろうね、これ逃げ出す条件。止水管どこ行ったかな。あった。止水管のね、理学の逃げ出す条件がね、あーそういうことか。海遊各市理学長領を倒すと、あー、逆賊を討つ正当な戦いである。各軍堂々と止水艦を目指せ。したらね、今回ねちょっと下から攻めてみますわ。手強いな。牛歩の配下っていたっけ。光順どっかにいるよね。あ、光順は光順で別か。王鵬だけか。ちょっとルートをもう初めから変えてみる。先に牛歩、光順、李祝倒して、で上の方行ってみよう。劉備が耐えるかわからないんだけど、ちょっとね謎のこだわりがあってね、ここはちょっと全武将してみたい。まあ別にね味方全員生還してるからいいんだけど、ちょっとな変なこだわりがあって、ちょっと頑張りたい。ここは頑張ってみたい。おいおいおい、どこ狙ってんだ。でこっから、まあ、上行ってよ、上行ってよ、上行って劉備を救いますよと。お、各種の士気下がったね。劉備耐えるのかな。まあでも手強いと言ってるんで、やばいはやばいんだよね。頑張ってくれよ。なんで要は最後に海遊を残せる形がいいんですよ。トービン倒して海遊倒して李鶴っていう形、これにしたいんですよね、流れは。あ、全然大丈夫そうですね。いいよ、高操作いけ。そういえばあれだね、張飛ってあれか、チャージ4つかみ攻撃だもんね。で李寿倒すでしょ。李鶴のな、その逃げ出す条件がさ、李寿隠し太夫張良の撃破なんだよ。でフリーモードだったら、まあ、長領が来るから最後に長領残せばいい話なんだけど、無双モードだと長領がいないからあれなんだよ。李鶴が逃げ出してしまうんだよね。援軍に討民が来ても関係なく逃げてしまうんだろうね、きっと。おお、そのようなところに道が。だ、工夫しないと全部衝撃化ができないのよね。いや、これでもうまくいくかわかんないんだけど、まあ敵は弱いから、まあ、突っ込んでも大丈夫多分。この辺はハイパー化がいないから。いや本当ね、無双するよ。本当ハイパー化がマジで強い。でこれで兵糧落としますよと。多分こいつ回復で、ここから馬奪おう。敵将撃ち取ったり。で止水管が開くんで、よし、兵糧の目処は立った。我らはこれより止水管を抜く。そ
そしたらカユが来るのよ。でカユの士気が高いからカユの配下を倒して、まあ、士気を下げようと。カユとガチ対決するのが長江なんだよね。長江めっちゃ突っ込んでるからさ、なるべくね、カユの 兵というかね、親衛隊は削んない方がいい。さっきやったんだけどね、まあ別のパターンで別のルートでやったんですけど、ちょ、うざすぎ。別のルートでやってカユやられちゃったんだよ、劉備の配下に。いやと言ってもね、この量はね厳しい、言うて厳しい。もう何起きてるか分かんない。いいよいいよ、もう出し切れ出し切れ。倒してやばいな、これ回来るな。まあでも火力そんなんでもねえな。さすが玄武功レベル16、玄武功ついてるだけで全然違う。あいつに狙い撃っちゃえ。オッケー。いやほんと炎が弱すぎる。見て、こんなんしかダメージか当たんないんだよ。えぐいよね。痛いんですけど回復ない。いやオーナーは別にいらねえんだよ。あ、いたいたいた、ヒゲおじいた。オッケー。でリモンも倒して、でリカクの近くにもう一人配下がいるんだよ。ヨウホウかな、ヨウホウがいるのでこいつも倒しましょうよと。これでいけるかな。もうプレイはガバガバだけどなんとかなる。でえ、まあ楊邦を倒したら援軍のトービン待って、トービン倒してカユ倒してリカクを倒そうとしたら全部将いけると思うんですよ。問題がね、味方が倒しちゃうっていうのがあるから、ちょっと見張っといた方がいいんだよね。画面内に収めるカユを。画面外だとすぐやられてしまう。これトービンがもう少しで来るはずなんですよ。ハイパー化してるから他より強いと思うんだけど、来ないかな。一定時間だと思うんだよね、トービンの援軍は。来ねえかな。来てほしいですね。それかあれなんかな、撃破しないと来ないのかな。撃破しないと来ないってなると結構きつい。もう大混雑。来ないですね。倒さないと来ないのかな。でも倒しちゃうとね、逃げ出すんだわ。来た来た来た、オッケー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 。でここでもう倒しちゃう。トービンが来るんでここでトービンを倒す。あ、トービンの士気高いんで速攻で倒したいところ。本当はここが長領なんだよ。で、カユ、リカク倒せば全武将になると。いや、言うてでもね、ハイパーか2人はやばい。ハイパーか2人はやばい。やべ。うわ、もう何が起きてるか分からん。暗い。これ回復、肉まんが欲しい。あー、オッケーオッケー。いっと、そのダッシュ攻撃うざすぎ。アタック2倍だこいつ。
やばい。オッケー、倒したね。でこれ絶対逃げるんだこいつ。これ倒しちゃう、ここで倒しちゃう。逃がさん、逃がさん。よし、これで全部衝撃波。いつか勝ってみせる。でこれでまあ味方全員生還して、まあ、敵武将全撃破ですね。まあちょっとまああれだね、ルート変えればいけるわ。無理かなと思ったけど考えてみればいけましたね。ちょっと劉備の士気低いんだけど、うん、多分大丈夫。下がってないもんね。 OK。 よし、じゃあね、次はフォロー感ですね。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。